今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、この日はですね、祇園祭りの、巡行の日ですね。7月17日やったかな、ものすごい人で大変だったんですけども、暑かったんですよ。というところでウィンディーズのソフトクリーム入りかき氷を言いましたよ。これで書いてあるのと全然違うやんけと思いながら、でも400円でこれ、ね、結構安いと思うんですけれども、まあ安いでこれくれ、何やろ、カップに入ってるとまあこんなもんなんかなっていう感じはしますよね。で、まあなんかあの昔ながらの感じのやつで、特にその氷が細かいわけでもなく、昔ながらの感じではあるんですが、あのこのソフトクリームが奥に入ってるのが味噌ですね。ソフトクリームがうまい。でまたこのソフトクリームと氷がこう混ざった時のこの、なんていうんだろう、このシャーベット感みたいな、これが最高でしたね。なんかもう抹茶を言うところへんがもう都市な感じがいたしますが、場所はこの辺です。寺町を上がったところですね。寺町と京極の間にこうまたがってあるんかな、ウィンディーズさん。ウィンディーズってハンバーガーどうなんでしょうね。あ、ここそう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 、あのアメリカンサイズっていうのでもごっつい、ハンバーガーだったんですよね、ここだから。他のウィンディーズと違うのかどうかわからないんですけど、一回ね、あのハンバーグも食べてみたいと思います。アメリカンビッグサイズって言って、なんかすごい大きいのばっかり売ってましたんで、であの外国人の方がめちゃくちゃ多かったです。もう店内日本人の方が少ないというか、外国人の方が8割9割だったと思います。日本に来てもやっぱりハンバーガー食べたいんですね、外国の方ってね。もうちょっと寿司とかなんかいろいろ食べて、ラーメンとか食べればいいのにと思ってたんですが、というところで今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しといてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。